ニュースをお伝えします。各国の人が偉大な金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始56周年の祝電と祝賀の手紙で総書記の不滅の業績を称えました。ロシア民族救国戦線委員長は6月19日は金正恩総書記が朝鮮労働党中央委員会で活動を開始した意義深い日だ。朝鮮労働党を人民大衆に奉仕する真の母なる党に建設した総書記の業績は成功一路へと前進する朝鮮労働党とともに永遠に光を放つだろうと述べました。全ロシア政党統一ロシア極東連邦区駐在国際党センターの責任者は金正恩総書記は精力的な思想理論活動で全世界での民族解放及び社会主義運動の思想的な富を一段と強め人類の理想を実現する上で不滅の貢献をしたと述べました。ナイジェリア国民進歩党全国委員長は金正恩総書記は卓越したリーダーシップであらゆる嵐をついて朝鮮民主主義人民共和国を真の人民大衆中心の社会主義国家に輝かせたとし、ベナン金正恩将軍万歳と名の会会長は卓越した先軍政治で国と人民の運命を守った金正恩総書記は不正室の愛国者として朝鮮民族と世界の進歩的人民の警護の中に永遠に生き続けるだろうと述べました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会パク・ポンジュ副委員長が各部門の実態を現地で把握しました。パク副委員長は炭素湾化学工業の創設のためのプロジェクトの建設が進められている建設現場の各所を見て化学工業の主体化近代化に励んでいる建設者たちを力づけました。現地での協議会では建築工事と設備の製作を早め各生産工程の建設を同時に推し進めることと設計及び施工部門の責任と役割を高めることなどが討議されました。チュンリマ製鋼連合企業所鋼鉄職場でパク副委員長は生産をスタンダードで行って超高電力電気炉のフル稼働を保障し労働者への給与活動と労働安全対策に関心を向けることに触れました。またスンギョン塗料工場を見て人民経済の各部門に必要な塗料を十分生産するための対策を講じました。朝鮮人民軍総参謀部の公開発表。我が軍隊は今刻一刻と北と南の関係が悪化一路へ突っ走る事態を鋭く注視し党と政府が取るいかなる対外的な措置も軍事的にしっかり保障する万端の体制を整えている。我が軍隊は党と政府のいかなる決定指示も迅速かつ徹底に実行するだろう。我々は統一中央委員会統一戦線部と対敵関係部署から北と南の行為によって非武装化された地帯に軍隊が再び進出して前線を要塞化し南に対する軍事的警戒をさらに強めるための措置を取るよう行動案を研究することについての意見を受け付けた。また地上前線と西南海上の多くの区域を解放し徹底した安全措置を講じ予見されている各階層の我が人民の大規模な大敵ティラ散布闘争を極力協力することについての意見も受け付けた。我々は以上の意見を迅速に実行するための軍事的行動計画を作成し党中央軍事委員会の承認を受けるだろう。再三強調するが我が軍隊は党と政府が取るいかなる対外的措置も軍事的にしっかり保障する万端の体制を整えている。1709年2020年6月16日平壌。朝鮮の北と南の共同連絡事務所が6月16日完全に破壊されました。人間のクズとこれを黙認する者らの罪の代価を残らず支払わせるべきだとの民意に従って北と南の間の一切の通信ルートを遮断したことについで共和国側の関係部門では朝鮮工業地区にあった
北と南の共同連絡事務所を完全に破壊させる措置を実行しました。16日の14時50分凄まじい爆音とともに事務所が悲惨に破壊されました。ソソンの経済各部門で成果が収められています。ルソン川発電所をはじめパンヘ北道中小発電管理局管轄の各発電所では年始めから増産に励み、発電設備の技術改造と科学的な水の管理に力を入れて、管理局全体で上半期の電力生産計画を5ポイント増で達成しました。丹南道文山市の軽工業工場でも成果を達成しています。文山川口工場、孫道温総合食品工場、文山天正栄誉軍人カバン工場では製品の質向上と原料資材の国産化を経営戦略に捉え、生産に励んで上半期の生産計画を繰り上げて達成しました。春陽芝研究所で芝の新品種を育種し、効能の高い複合肥料を開発するための研究を深めています。研究所では優秀な品種を祖先の気候に風土循化させる研究を深め、長葉草の南産一号を完成し、先端の育種方法を利用して芝の緑色技術を増やす研究にも本腰を入れています。また芝用の複合肥料緑地1を開発した経験を踏まえて、海藻を主原料とする新たな複合肥料の生産工程を構築しました。芝に限らず作物など緑色植物の芝居にも効果のある複合肥料と芝の緑色栄養液は現場で好評を博しています。一方研究所では芝の優良品種を広めることにも力を入れ、寸春林産肥料工場など各建設現場の園芸化をユニークに実現しました。春陽化粧品工場で利用者の嗜好や特性、多様な趣味に合うウンハスブランドの化粧品が量産されています。ウンハス化粧品はかぐわしい香りと優れた質で、国内はもとより外国でも好評を博しています。特に祖先カラニンジンとバラ、緑地の水分が含まれる化粧品はアジアとヨーロッパで影響力のある地域経済機構であるユーラシア経済同盟の品質認証を受けています。人間のクズである脱北者たちの反共和国のビラ巻きと、これを庇護する南朝鮮当局の策動を受けての共和国の重大措置を指示して、大中国朝鮮人総連合会が11日声明を発表しました。声明は、共和国は2020年6月9日の12時から国南共同連絡事務所を通じて維持されてきた国南当局間の通信ルートと国南軍部間の東海と西海の通信ルート、国南通信テストルート、朝鮮労働党中央委員会本部庁舎と南朝鮮大統領府の間のホットラインを完全に遮断し廃棄する措置を取った。南朝鮮当局は今からでも正気に帰って、誰それの経営は疑わなくなく民族の利益を優先し、朝鮮半島の平和と安定、共同の繁栄に一つでも有益なことを進んでするのが少しでも民族の前に食材する道であることを肝に銘じるべきだと述べています。共和国バッシングのビラ巻きを働いた人間のクズである脱北者たちの妄動と、これを黙認した南朝鮮当局を糾弾して、各国の政党団体と地域機構が10日と11日声明を発表しました。オーストリアのウィーン・キミルソン・金正日主義研究会、オーストリア朝鮮民主主義人民共和国関係促進協会、朝鮮の統一支持中南米及びカリブ海地域委員会は声明で、共和国の最高尊厳を中傷し核問題を云々した民族の裏切り者たちの妄動は朝鮮人民の怒りを爆発させたとし、危険千万な共和国敵視行為を放置する南朝鮮当局を厳しく非難しました。ドイツ判定フォーラムとベルリン地質総研究会、新ユーゴスラビア共産党とユーゴスラビア共産主義青年同盟はそれぞれ共同声明を発表し、共和国バッシングのビラ巻きを黙認した南朝鮮当局を糾弾し、
北と南の間の一切の通信連絡ルートを完全に遮断した朝鮮民主主義人民共和国の正当な措置に全幅の支持を表しました。以上をもちましてこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はシン・ヨンイル・カントニでした。こちらは朝鮮の声放送です。歌をお送りしましょう。サンガにあふれる歌。